体のお天気の日は進行待ちの数十秒間 で、ね、この手の甲のこの辺りだけが異常に焼けて、ね、変なところが焼けるんですよ、ね、ちょうどグローブのこの隙間のマジックテープの隙間のところだけが変に焼けてしまったりとかそうですよね、まあ、その日焼けでしないように日差しからこう肌を守るっていうことはやっぱりその転倒した時の肌を守るっていうことにもつながってくるので、はい、やっぱり暑い時はちょっと大変なんですけどもできるだけこう露出をしないような格好をして、はい、するようにしています。そうですよね。本当に今日は昨日がすごいゲリラ豪雨というか本当にすごい雨だったんですが、はい、多分来てくださった皆さんのおかげだと思います。本当に素晴れ男の皆さんがいっぱいいたのかなと思いますが、はい、私も日焼けをしてしまう、もう見ていただいているか分かると思うんですが、私すごい吸収体制でもう真っ黒になってしまうんですけども、あの外に出るときはしっかりと気をつけて、あと私たちも格好が長袖長ズボン、もちろんグローブということになってますので、皆さんもそういった軽装で乗ってしまうともしもの時に大怪我につながってしまいますので、暑いかとは思うんですが長袖長ズボン、そしてグローブなどを着用していただきたいと思います、はい。今事故の関係のお話をされしましたけども、実は東京都内で今日までで97名の方が交通事故によって命を落とされております。その中で二輪車というのが20名約2割を占める値となっています。なので今日はですね、死亡事故に限らず二輪車 の、 多い事故パターンというのを皆さんと一緒に見ていきたいと思います、はい、ではお願いします。出てきましたね。はい、はい、後ろの方ちょっとモニターにも映っているので見ていただければと思うんですが、まず1つ目が打ち落ですね、はい、2つ目が追突、そして3つ目単独となっています。どうでしょうこの3つ見てみて、結構バイクに乗ってらっしゃる方にはこうピンとくるシチュエーションかなと思うんですが、こう追突って意外ですね。そうですよね、なかなかこう多いパターンでまさか出てくるとは思わないですよね。追突される方かなとイメージしてたんですけど、この絵を見る限りだと追突しないですよね。なのでそういったちょっと意外なところもあると思いますので、一つ一つ見ていきたいと思います。はい、お願いします。一つ目右折ですね、はい、こちらはオートバイが直進、車が右折、あとまさにこの絵の方見ていきましょう。自分で思った色分かる方いらっしゃいますか？なんかシルバー的ないいですね、シルバーですし、あ、そうですね、今カップルといえばシルバーみたいな、今新しい手が私発見しました。さっき撮った写真を見てみる。おっとその規定すごい、現代テクノロジー怖いそんなカンニングはダメです。はい、ではどうでしょう、じゃあ何色ですか、何色がいいですかね。じゃ黒だと思う人、あ、いないですね。あ、いないですね。じゃあシルバー、はい、水野さんと同じシルバー。あ、シルバー何名か、あと何色がいいですかね。こう茶色、いないですね。皆さん何色だと思いますか、覚えてますか。正直に、じゃあ正直にお願いします。今何かを見て確認せずに分かってたよっていう方どのぐらいいらっしゃいますか。自信を持って分かってたよっていう方、そうですよね、皆さん少ないということで皆さんカンニングしましたね。では皆さん、もうお分かりだと思います。私もさっきから怪しい行動をちょっとしてしまったので分かるかと思います。ピンポ君正解お願いします。はい、正解は黄色でした。あ、黄色だった。あ、でも結構皆さんうんうんって、うん、皆さん実は僕がここに出てくる前からいくつかパネルになった、間違えちゃったいいですよピーポ君、パネルの中に僕がいたの気づいてましたか。そうです、先ほど私が怪しい行動しました。このパネルの下にもそうなんです、ピーポ君がいて、あとはそうなんです、ここにピーポ君がずっと目の前にあったのでここにいたんです。で、あとさっきどっちが遠く見えますかって言った時にも、はい、端っこにピンポ君がどっちが遠く見えるなんて引き出しでいたんですが、ずっと皆さんの視野の中にはピンポ君が入っていたんですが、はい、誰一人としてピンポ君のバックル何色だろうなんて思って見てはいなかったと思います。ピンポ君がそこにいるのは見てました。そうですよね、キャラクターでもバックルは見てる感じですよね。そうなんです、そうそう、視野を広く持ってるだけじゃ
ぼーっとしてるようでダメなんですよ。そうなんです。見ようという気持ちで見ないとそこに何があるかっていうのはわからないですね。ただ人間の目も完璧ではないので一点に集中してしまうと周りが見えなくなってしまいます、難しいですね、はい、今日は皆さんにいろいろ参加していただこうと思ってですね、もう一つパネルを用意しました。はい、先ほどここに、参加する前にですね冊子をお渡ししてあるんですが、それにこれと同じものが入っております。皆さんお持ちの方はですね手に取っていただきたいと思うんですが、なんだかファンタジーな感じの可愛らしいパステルカラー、今のパステルカラーをちょっと知りかけてみたんですが、何でしょうこれは。皆さんこのパネルの真ん中の黒い点、10秒間じーっと見ていてください。今モニターにも、はい、映っていますので、後ろに立てる方そちらの方を見ていただいて、水野さんもそうですね、こっちじゃあちょっと下がってもらって皆さんにちょっと一緒に参加をしていただきたいと。ちょっとすみません、皆様にお尻を入れてしまいます。では皆さん準備はよろしいですか。行きます。はい、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。水野さんどうですか。なんか変化ありました。皆さんどうですか。黒い点しか見えなくなりました。そうなんです。どうですか、水野さんと同じようになったよという人。なんか周りの色がどんどん消えていきませんか。じーっと黒い点だけを見てると、特にこんな薄い色、この辺はすぐ消えると思います。ちょっとこのピンクが最後まで残るかなと思うんですが、まばたきしたりするとちょっと色が戻ってくるんですけど、でもなんか本当に周りが真っ白のこの色のようにそうなんです、なってしまいました。そうなんです。なので、一点集中して見てしまうと近くにあるこの大きな円の色さえも見えなくなってしまいます。人間の目は見ようと思わないと見えない、一点集中すると他が見えない、こんな特徴があります。うわ、だから道路を安全に走るためには周囲の情報をしっかり集めて走ることが大切なんですよ。そうです。そのポイントが広範囲に注意を払って危険を確認する、随所にこう瞬時に確認して確かめることということなんですね。今までここまでですね、事故のパターンであったりプロテクター、ヘルメットなどのお話をしてまいりましたが、水野さん、どうでしたか。そうですね、やっぱり二輪車っていうのは怪我をする、事故に遭った時には大きな怪我につながるっていう認識を常に持ってやっぱり運転しなきゃいけないんだなっていうことが分かりましたし、その安全のために予防策をしすぎて無駄をしすぎるってことはきっとないんだろうなって思いました。あと本当に今の最後のテストですごく思ったんですけど、自分の視界ってあんまり信用ならないですね。そうなんですよ。だから万全のこう運転してちゃいけないんだな、ちゃんと意識を持って集中して注意を払っていかなきゃいけないんだなって、すごいちょっと今ゾッとしました。そうなんです。なかなかこういった機会もないので、そういった今までお話ししたこう視野のお話だとか目の特徴というのを自分の中で知ってそれを認識しているだけでこれからの見方が変わってくると思いますので、今日のお話皆さん念頭に置きながら運転していただきたいと思います。ここまで二輪車の交通事故についてお話ししてまいりましたが、最後に武藤さんから皆さんにこんなメッセージをお願いいたします。はい、やはりこう皆さんバイク乗ってらっしゃる方っていうのはバイクがお好きで乗ってらっしゃる方が多いと思います。でもそのバイクのね、ちょっとした些細なことで、そのバイクだけでなくこう本当に人生が180度変わってしまうようなことにはなってしまう、それは本当にもったいないことだと思いますし、今日いらっしゃってる方も本当に年齢層幅広く来てくださっていて、バイクって本当にいくつになっても楽しめる素晴らしい乗り物だなと思いますし、私もバイク大好きなので、もっともっとたくさんの人がバイクの魅力を知ってくれて、そして、安全にやっぱりいろんな人と楽しめるようになっていくためには、今バイクに乗っている私たちがより安全に乗ることが何よりもその先につながっていくんじゃないかなと思いますので、ちょっと、苦しいかもしれませんけれども、やっぱり楽しむためには安全を第一にというところを大切にして、
私も皆さんもこれからも素敵な、オートバイライブ楽しんでいきましょう。今日はお暑い中どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。では今日はですね、ご協力いただいた水野さんへ警視庁より素敵なプレゼントをご用意しました。わー、どうぞ僕の分身です。ありがとうございます。ずっと見守ってますからね。ありがとう。ピーポくんもずっと見てますから、イタリアの方のお手本となるような、存在していただきたいと思います。はい、ね、はい、改めまして本日のゲスト水野ゆう子さんに大きな拍手をお願いします。どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。今日のお帰りもぜひ皆さん気をつけて安全運転で帰ってください。ありがとうございました。皆さん一人一人が忘れずにしっかり意識をしてくださいね。そしてこれからも安全に楽しいオートバイライフを送ってください。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。また皆さんに笑顔で会える日を楽しみにしています。それでは皆さん、さようなら。ありがとうございました。先ほどお知らせのありましたバンドエイドについてはこちらの方から配らせていただきますので、今しばらくお待ちください。ありがとうございました。